あれも耳つけましたよ、僕。カチュジャつけてたな。あのー、黒の、黒の、あのー、主人公の。主人公、あれ、主人公のあれ。なんか、ウサギさんみたいじゃなかったなんかこう。なんか、こう、なんかね、なんか、あの、なんか、長い黒いやつで、曲がったら、針金、うん、が,が入ってるやつなんか。あ、あるね。で、肩がつくやつ。うん、あれ、なんていう名前やったかななんか教えてもらった気すねんな。忘れたけど。 うん。でもそれね。耳あった。うん。で、<laughs> 何よ。西畑さんも、なんか買われてたんですよ。しかもなんか、なんかカチューシャとか買うんかなと思ったら、なんか、帽子みたいなやつに、なんか上にぬいぐるみがついてて、ね、そうそうでかーいなんか、犬ねワンちゃんね。ワンちゃんあの、トイストーリーのスリンキーってわかりますかね <laughs> あの、犬の、こう、犬がこうバネになって繋がってるみたいなの、あの帽子があったんですよ。それをね、<laughs> か、これが多いやんと思って被ったんですよ。あの、ごめんなさい。あの、夢の国の皆さん。ごめんなさい。ちょっと邪魔。<laughs> <laughs> <の>しかも、ちょっと、あの、風強かってんな、めっちゃ。<laughs> <う>風強い日で、もうめっちゃ飛んできそうなんねんな。しかもそ、周りにそういうのあんま被ってきておらんくて、めっちゃ目立ってたんですよ。そう、おらんかってん、全然。潜んでいくはずが。だから、トイストーリーのエリア行ったら、馴染んでんね,んねんけど、それこそ、インディー・ジョーンズとか、<laughs> あっち方面に行くと、めっちゃ浮く。<laughs> いや、でも楽しかったなー楽しかった。 ねえ。結構さ、なんか、初めてぐらいじゃない二人で。確かに。行くの。ほんまやな。こういうテーマパーク行くのな。そのなんか夢の国って感じしたわ。いや、なんか心が浄化されましたよね。浄化された。別に着れてるわけじゃないですよ。違う、違う、違う。汚れてるわけじゃないけど、なんか、なんか良かったよな。うん。なんか。だから、なんか、そういう、その、あの、キャストさんの、あの、明るいパフォーマンスであったりとかを見て、あ、 なんか、次、コンサート、こういうのも行かせるなとか、なんか、こういうパフォーマンスもいいなっていう勉強にもなりましたね。そうですね。はい。あの、乗り物とかあんまり乗られい方もな。二つぐらいしか乗られなかったな。二つ、三つぐらいですね。うそうね、乗られへんくて。でもなんかこう、周りのね、景色で写真撮ったりしたな、めっちゃな。めっちゃ写真撮った。めっちゃ写真, <laughs> ゃ写真 <laughs> JK 通ってくれ、って <laughs> もうさ、流星がさ、あの、めっちゃ漏れるアプリ撮んのよ。俺なんか、白すぎて発光してたから。ちょっと発光してた。やばかった。そう。白飛びするんですよ。そうそう。いや、でもいい経験でしたね。いや、めっちゃ楽しかったです。なんやろ。ま、流星とこう、二人で行けたっていうのは西畑的にはすごい良かったんですけど。はい。流星的にはどうでした二人で行けたことに関して。まあ、誰と言っても楽しかったです。やばすぎ。やば。